フリッパンシーは、イギリス生産のサラブレッド。1928年に繁殖品馬として、小祝井農場が購買し、日本に輸出され、日本初の三冠馬セントライト、二冠馬で、種ボ馬としても、大きな成功を収めたトサミドリなどの活躍馬を、送り出した。競争馬としては2歳、3歳シーズンを走り一生。引退後、4歳のトキシュボバシアンモアと共に、 日本に輸出された。生涯に出産した3区11頭で66勝を挙げ、特にシアンモアとの間に生まれた大砲、ダイオライトとのコセントライト、その1歳下で大砲の前弟とクリヒカリ、プリメロとのことさ緑の4頭で10章15勝を挙げ、うち現在の GI に相当する競争で8勝を挙げるという目覚ましい繁殖成績を残した。 この記録は2008年12月にスカーレットブーケに抜かれるまで長く日本記録だった。4頭の GI 級競争優勝馬、うち2頭の検証馬排出は現在まで他に例がない。最後の3区だったトサミドリが競争馬としてデビューする8日前に老衰で死亡しているが、その後も血統的な影響を残し、トサミドリは種母馬としても内国産種母馬のエースとなる成功を収め、 1950年代を代表する主母馬の一頭に数えられる。メス系からも活躍馬が出ており、第4個第3フリッパンシーの小屋島姫がフリッパンシーの死から3ヶ月後の優秀品馬に優勝しているほか、その弟の東ずまれが第1回の朝日和樹3歳ステークスで優勝している。その後も子孫からは東京大正天馬、八島ナシオナル、花賞馬、 ノースガストやテュデナムキングラを排出した。現在守護馬となったオスゴマの父警はいずれも途絶え、メス系の勢いも失われているが、2000年代に入って、メス系子孫のマイネサマンサが、重賞に賞をあげるなど、決闘は受け継がれている。父は長距離重賞のドンカスターカップ、グッドウッドカップの優勝馬。祖母のハンアニに2000ギニー等の優勝馬で2度の A、チャンピオンサイヤーとなった。 セントフラスキンがいる。ありがとうございます。